山口敏太郎日記です。ネットにおいて相変わらず暴力的な言葉とかですね、汚い言葉で相手を罵るバカ者がいますね。たとえ相手と考え方が違ってもですね、その違いを認める、そしてその違いをお互いに認識する、そういった考え方が必要だと思いますね。ツイッターとかね、YouTube のコメントとかブログのコメントにものすごく口汚く罵る言葉が羅列されることがあるんですね。で、まあ自分と考え方が違うとか、自分が好きなタレントさん、作家さんと僕は商売敵になってるとか、あるいはまあ僕はいろんなことを言ってることは気に食わないとか、あるいは僕を一方的に決めつけてる物言い方とか、まあ大概が二極論者、イエスかノーかとかね、そういった二極論、オカルト否定か肯定派とかね、物事には中庸というものがあるんですね。ケースバイケースというのもあります。オカルトも肯定することもあるし、否定することもある。右か左かとかね、そんな単純に、まあ基本的にどっちかが保守とかね、僕は保守陣営ですけども、そういうものはありますけど、ケースバイケースでいろんな考え方があるということは事実ですね。で、この人とはこういう考え方をしてて、僕とはこう違うんだなって自覚して、相手との違いを認識するということは大切だと思いますけど、考え方が違うからどうしてもそれを憎しみに置き換えてしまう。で、考え方が違うことは違うんだなと思えばいいことであって、違うからすぐ憎しみに転化するというのがあまりよろしいことではないのかなというふうに僕は思ってますね。違うもの、違和感を感じるもの、自分と違うものに対して人間は確かに居心地の悪さ、不安な感じ、その存在を認めたくないというふうに思うことは事実かもしれません。でもそれを口汚く言葉に罵るというのはいかがなものかなと。でもあまりひどい場合、何人か捕まえたことあるんですけども、ログを出してもらって特定して、今まで3人ぐらい捕まえてますが、大概子供だったりするんですね。高校生だったり、中学生だったり、お母さんに言わないでくださいみたいな感じになったこともあってですね。まあ結果的にはまあ叱るだけで許すんですけども、こう人を傷つけることっていうのはそんなに楽しいことなんですかね。なんか自分が例えば受験で悩んでるとか、社会でうまくいかないとか、いろんなことがあって他人に憎悪をぶつけてしまうという代償行為というのは非常に多いと思いますね。それを考えていくと、なんて言うんだろう、弱い人が増えたのかなといった感じがありますね。よく車に乗ると人格が変わったり、バイクに乗ると人格が変わる人がいますね。まあ、こち亀の本田潤さんみたいなもんですけども、ネット人格というんでしょうかね。ネットをかますとおとなしい子が急に凶悪化したりですね、凶暴になったりする場合があるみたいですね。機械をかますと、まあ温厚な人が凶悪化する。ちょっと恐ろしいことですよね。どちらにしろ人間というのは全く同じ人間はないわけで、いろんな分野において、いろんな側面において考え方の違いというのは出てきます。ですから、その違いを違いとして認識していえば、ただそれだけでいいんですね。それで、それをすぐ憎悪に転化して憎しみをぶつけて自分のストレスを解消する、これはあまりにも幼い行為だと僕は思ってますね。こういったことがなくならない限り、ネット上における誹謗中傷事件とかですね、まあありもしないこと、嘘ばっかりのことを言い続ける人ってのは減らないものでしょうね。